美しく躍動感あふれる新体操の魅力を多くの子どもたちに伝えたい。この思いを胸に新たなクラブを立ち上げた女性指導者がいます。グッドラックストーリー。盛岡市で活動するジュニアの新体操クラブティファニー RG。 指導するのは富賀根夏子さん。小学生から新体操を始め、体育大学を卒業後10年間首都圏と盛岡で指導者としての経験を重ね、昨年4月このクラブを立ち上げました。独立しようっていうのはどの気持ちからでしたか？はい、小さい子がすごく好きだっていうのもあるんですけれども、やっぱり成長していく過程を一緒に、私自身も成長していきたいっていうのがやっぱり大きくて、実現するには自分でもクラブを立ち上げて小さい子たちと一緒に成長していくことが一番なのかなって思いました。クラブのメンバーは3歳の幼児から中学生まで65人。10月に行われた岩手県ジュニア新体操選手権大会では団体で2年連続優勝、個人総合でも上位入賞を果たしました。全てが全て満足できたとは言えないんですけど、自分たちのできることは精一杯に発揮できたかなと思います。現在は今月行われる東北大会に向けて猛練習の日々。週5回富賀根さんの厳しい指導のもと、柔軟性と表現力に磨きをかけています。中から楽しいっていう感じを出していけるように頑張りたいです。東北大会ではもっと点数を出せるように頑張りたいです。やれないことがやっぱりあるけれども、やっぱそこで乗り越えてくれて、訂正できたよっていうふうに言ってくれる、その一言がやっててよかったなって思う時です。新体操を通してどんなことを学んでほしいと思いますか？女性らしさがやっぱり一番出せると思うので、女性ならではの美しさがやはり競技としてもつながるんじゃないかな。そしてそれを超えて社会に出た時もやっぱりそれは通じるものはあると思います。それをやっぱり一番に考えてこれから広めていきたいなと思います。子どもたちをもっと輝かせたい女性指導者の夢は広がります。より良い社会、より良い未来を作るためにチャレンジし続けます。グッドラックストーリーは行楽グループの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをご紹介します。